ございます。バイクで日本一周3周目、6月14日火曜日、現在時刻朝5時31分です。私、青森県にあります陸奥屋立温泉キャンプ場というところで朝を迎えております。昨日からね、非常に気温が下がって寒かったですね、夜もね。なんとかね、凍えずに眠ることはできたんですけども、昨夜のね、何の動物だったのか気になりますね。結局僕のね、弁当の空の容器はね、探しましたけどどこにも見当たらないんですよね。何だったんでしょうか、あの黒い動物は。さあ、荷物の撤収がね、完了しました。出発したいと思います。さあ、行きますか。今ね、あのお隣さんがね、あの僕今回ね、カンソロじゃなくてね、もう一組ね、カフェで来られてる方がね、キャンプしてたんですけども、今最後ね、お話、ご挨拶、もう行きますって言おうとした時にね、一応日本一周されてるらしいんですよねっていう話をさっきしてたから、あ、だったら一応僕のチャンネルも宣伝しとこうかなと思って、それでステッカーをね持っていったら、実は僕のこと知ってたみたいですね。なんか、あの、ここも3回目ですよねとか言われて、遠くから見たらなんか分からなかったって言ってました。なんか若い人で学生さんかなと思ったって言ってましたね今の方なんですけども、ちょっとね、テントとテント距離があったから分かりにくかったみたいですね。嬉しいですね、遠くから見ると僕若く見えるらしいですね学生さんかと思ってたらしいですね。あのテントとテントの遠い距離で会話してたんですよね、さっき。なんか明日、今日はね、まだね、本州、あのちょっと別のところを回るって言ってはって、明日大間から北海道の方に行くらしくてね、日本一周されるみたいですよ。さあ、ちょっと天候曇りですけどもね、大丈夫でしょうかね。もう梅雨が迫ってきてね、南の方では梅雨入りしてるんで、こっちの方もね、もうそろそろ危ないんですよね。明日あたりから雨が続くんでね、私は梅雨から逃げるがごとくね、北海道へ行きますよ。なんとか持ちこたえていただきたいですね。さあ、現在時刻8時27分ですけどもね、フェリーの時間が14時10分ということで、ちょっとまだ早いんでね、ちょっと寄り道してからね、大間の方に行って、お昼ご飯のね、大間のマグロを食べてからフェリーに乗りたいと思います。今の時期はね、朝7時からの便と14時10分からの便、2便しかないんですよね、1日なので、私は14時の便にしたんですけども、朝7時だとね、ここからだったらまだちょっと出発するのがあまりにも早くなっちゃうからね。いやー、しかし曇り空ですね。大丈夫でしょうかね、これ。まずいですね、ヘルメットに水滴が当たってきましたよ。もうすでにパラパラと来ましたか。マジですか。幼稚園のバスの子供たちがみんな私を見てますね、振り返って珍しいんでしょうかね。すごいね、後ろからの左から2番目の子はね、私をガン見してましたけどね珍しいんでしょうかね、バイクがね、みんな振り返ってますね。仮面ライダーにでも見えるんでしょうかねあ、曲がっちゃうみたいですね。バイバイ。さあ、本日はね、6月の14日ということなんですけども、非常に寒いですね。私ね、ズボン履いて、その上にあったかいズボン履いて、さらにレインウェアを着てね、下3枚そして上は4枚着てるんですけどもね、それでもね、若干ひんやり寒いですね。あ、何でしょう、モトクロス場なんて書かれてますね。モトクロス、なんかあれ見たことあるような気がしますね。以前もこの道おそらく通ってますね。さあ、なんとか先ほどね、雨装備ということで上にね、カッパ着込んだんですけども、雨はなんとかまた止みましたね。天気予報では大丈夫なんで、まあ大丈夫でしょう。しかし寒い、非常に冷え込んでおります。自転車の旅人のようですね。キーンっていう感じで漕いでますね。頑張ってください。あ、右手これ書いてますね、野源温泉。これね、先ほど看板出てましたけどもね、野源っていう風にね、アルファベットで出てましたね。漢字は読み方難しいですね。何やらその野源温泉っていうのが有名でね、おすすめしていただいたスポットにも入ってたんですけども、なんか無料の露天風呂もあるみたいなんですよね。200円ぐらいの有料の露天風呂も隣にあるのかな。ちょっとあの詳しく僕も行ってみないとわからないんですけどね、なんかこう無料のね、露天風呂があるらしいんですよね。でそっちの無料の方はね、なんか時間によってね、男湯になったり女湯になったりするみたいなんで、
確かね、まあ、3時までは男湯で、3時から以降が女湯になって、今度はまた4時から男湯に変わってて、こうなんか入れ替わりするみたいなんですよね。っていう風にネットに書いてたんですけどもね、ちょっと初めて行くんで、でその近く4分ぐらいのところにねキャンプ場があって、そのキャンプ場に向かってるんですけどもね、ひょっとしたらなかなかの良さげなキャンプ場だったら来年以降はそっちの方もね使うかもしれないですね。毎年この陸奥八幡温泉ばかり使ってるんでね、北海道に行くときには。あ、この辺り緑の雰囲気いいですね。お天気はねあいにくのお天気なんですけども、川が流れて、これは熊が出てもおかしくない雰囲気ですね。あ、キャンプ場到着まであと4分ってなってますね。わあ、これなんか熊が出そうな雰囲気、ムンムンしてますね。これ隣川が流れてますからね、ひょっこり熊が出てきてもおかしくないですよ、この辺りは。本日泊まってたね陸奥八幡温泉の管理人の方もおっしゃってましたけどもね、役所の方で熊が発見されたなんていう情報もありましたからね、つい最近。怖いですね。あ、この辺りねトイレがあって東屋がありましたね。八幡橋駐車帯なんて書かれてましたけども、あ、ただいまの気温14度、非常に寒いです。おっと、これは怖い、熊出没注意の、熊の目が赤色に光ってた。やはりね出そうな雰囲気ですからね、どう見てもね。これちょっと出会い頭で熊さんとねばったり出会うと襲われる可能性があるんで、ちょっと注意しながら行きましょうかね。さあ、キャンプ場到着まであと2分、 750m と表示されております。なかなかのね雰囲気ですよ、これは。あ、恐れ山の霊場まで14キロ、八幡温泉 0.5 キロと書いてますね。これを右に行くようですね、左に行くと恐れ山の方に行くようですね。ようこそ八幡温泉郷って書かれてますね。わあ、土砂崩れですかね。あ、案内図が今出てましたね、八幡温泉。ちょっと見ればよかったかな、案内図見ればよかったな。怖い雰囲気ですね。さあ、これを右に入るようですね。こちら八幡野営場入り口って書かれてますね。あ、砂利道のようですね、八幡野営場。何でしょうか、携帯電話のマークが書いてますね。あ、ドコモ、au、ソフトバンク、丸って書いてますね。電波が通じるようです。あ、電波確かにね立ってますね。そしてこちら砂利道を下っていきますよ。まあ、踏み固められた砂利道なんでさほど問題はなさそうですけどもね。さあ、うわ、川があるじゃないですか。熊さんが出ますよ、これは。熊さんが砂利道なんで、大型バイクの方はねお気をつけくださいよ。さあ、こちらやりましょう。おっと、こんにちは、そっち。あ、ありがとうございます。ここ入るようですね。おっと、この砂利道で有料キャンプ場ということでね、ちょっと受付の方にね中見せてくださいと頼みに行きましょうかね。あ、段ボール燃えるゴミ缶、ゴミが捨てれるようですね。そしてこちらテーブルと椅子があって、あ、大きなね建物がありますよ。テーブルと椅子が見えますね。そしてこちら管理棟のようですね。ちょっと一旦ここに止めて話していきましょうかね。さあ、こちらがねキャンプサイト、向こうの方とね、あ、何でしょうかね、これは。お水が流れて水槽がありますね。はい、ありがとうございます。今の方がね管理人さんでね、あの中許可もらってね見てもらっていいということなんで、こっちがねテントサイトということで、料金の方はね570円とおっしゃってましたね。で、管理棟のそばね Wi-Fi があるそうですよ。すごいですね。そしてね、やはりこちらね電波がね4本立ってますね。あの、先ほどの途中もね看板出てましたけども、電波状況良好のようですね。広いですね。あ、 au も楽天両方ともね電波良好ですね。こちらが炊事場のようですね。こんな感じで蛇口がたくさんあって、真ん中にはねテーブルと屋根もね電気もありますね。あ、こちら蛇口が多いですね。こちらちょっと低くなった感じ。あ、コンセントまでありますね。さあ、そしてこちらがお手洗いのようですね。しっかりねあの管理されてて、
今はね新型〇〇の影響でね、あの検温してあれなんで、中見てもいいけどトイレは使わないでくださいということでね、そういう話なんで、ちょっとね下がね砂利道なんでね、大型バイク荷物ねてんこ盛りの方お気をつけくださいね。こちら現在地、あ現在地ここですね、野源野営場、あ温泉どこでしょうかね、カッパの湯、あこれはレストハウスか、あカッパの湯って書いてますね。こちらがカッパの湯のようですね。このカッパの湯までがね4分ぐらい、車で4分ぐらいのようなんですけどもね、ここからこうバイクで来たんですけどもね、あ先に検温ってやっぱねなかなかしっかりとね管理されてる感じですね。さあこちらがね国設野源野営場案内図というふうに書かれてますけれども、料金の方ね、ちょっと変更になってるんでしょうね、書かれてませんけども、570円ということだったんでね、ゴミもね、あちらの方に捨てれるみたいですね。テントサイト、車両乗り入れ禁止、現在地。あれ、でも先ほどね、乗り入れできるって、あの管理人さんおっしゃってましたけどもね、どうなんでしょうか。ここも広々して、テーブルと椅子がありますね。で、こっちにもね、炊事棟があるみたいですね。あ、キャンプされてる方いますね。車はね、何台か止まってるんですけども、炊事棟はなかなか大きいですね。炊事棟は大きいです。あ、薪、端材が格安、300円で売ってるみたいですね。あ、かまどがあってね、先ほど同じようなね、炊事場ですね。なかなかいい感じですね。しっかりとした、太い柱でね、電気もついて、こっち側はないようですね。こちらでテント張られてる方がいらっしゃいますね。あ、ああやってねハンモックもできますね。これ木が生えてるんでね、ハンモックされてますね。あ、椅子なんかもありますよ。いい感じでね木があるんでいいですね。この見えてるねこの辺りまでもですね、あっちの奥に行くとねもう森の中っていう感じなんでね、こちらキャンプファイヤーサークルのようですね。おそらくここにはテント張ったらダメなのかな、キャンプファイアサークル広場なんでね、そんな感じでしょうね。そしてこちらは今はちょっと干からびてますけど、おそらくこれ水が流れてるんでしょうね、ここね橋になってるんで、この辺りはテント張ってもいいんでしょうかね。おそらく良さそうですね。テーブルと椅子なんかもあるんで。そしてこちらにねゴミ捨て場、大きな建物がね、大きくはないか、しっかりとした建物がね、あそこがまたいいですね。あのセントラルロックなんて書かれてますけども、あの建物素晴らしいですね。何でしょうか、あれちょっと見て気になりますね。ああ野生の猿がいるみたいですね。あこちらすごくしっかりとしたあれで、こうテーブルと椅子がねあって電気もあって、雨の日なんかこれいいですね。こっちは何でしょうか、すごい雰囲気ですね。水の中で水もといいますか、ここ草が生えてますね。なるほど、ここでお食事されてこう車中泊されてるんでしょうかね。これはいいですね。コインランドリーって書いてますね。コインランドリーもあるようですね。そういえば先ほどおっしゃってましたね。なるほど、これは水が流しっぱなしになってますね。何でしょうかねこれはね。だいたい全体像は分かりましたね。これでなかなかいいんじゃないですか。これでね温泉がすぐ近くにあるんでね、無料の温泉と200円ぐらいの温泉とね、なかなか使えます。あとはねその無料の温泉っていうのがちょっと気になりますね。すいません、ありがとうございます。さあこれを右に行きます。温泉の方に行くにはね書いてますね、奥野源スパ、野源スパ。ここから3分のようですね。もうすぐそこですね。あホテルとかの別館って書いてますね。なんとか荘、アスナロ荘。アスナロ荘といえばアスナロ白書を思い出しますね。あこちらはホテルニューヤゲン、もう閉鎖されてるようですね。なかなか先ほどのキャンプ場ね、キャンプ場としてはねなかなか良かったですよ。ゴミも捨てれますし、ロケーション的にもね、陸奥矢立温泉よりはロケーション的にはキャンプキャンプした感じでね、キャンプを楽しめる雰囲気でしたね。
あとはね、この無料の温泉がまあ5時までということで、その時間にね間に合ってお風呂に入れるんだったら、こっちの方に来た方がいいかもしれないですね。到着時刻次第でしょうかね。無料の温泉に入れるんだったらこっちの方が来てみたいですね、来年はね。この辺りすごい雰囲気がね、なんとも言い難い雰囲気ですよ。これはちょっとね、怖い雰囲気ですね。クマも出そうな雰囲気ですし、なんかやはりこのあまり人気を感じられない雰囲気といいますかね、若干怖さがありましたね。今の道もう本州のね最北端の近くですからね。そういえば去年もね、本州最北端から南下していくときに仏ヶ浦の方からね回っていったんですけども、あの辺りも全くと言っていいほど車とすれ違わなかったんでね、まあその最北端から左のね西側の方角の海沿いなんて何も誰も用事がないんでしょうね行くほどの何もないですからね。非常に人が少なく車も全くすれ違わなかったっていう、そういう記憶がありますよ去年の。この辺りも本当山奥に入ってるっていう雰囲気、そんな感じがします。このなんか人気のなさをねこう肌で感じると言いますかね、ちょっと怖い雰囲気がありますね。野原渓流遊歩道なんて書かれてますね。遊歩道があるようですけども怖いですね。熊スプレー持参でないとちょっと歩きたくないですね。怖い雰囲気ですよ。さあもうあと1分350メートルって書いてますね。あ、カッパふれあいの湯、これは何でしょうか。ふれあいの湯って書いてますけどもね、やってるんでしょうかね。そちらは奥屋原、どこで、あ、もうちょっと先のようですね。野生の猿に餌を与えないでくださいということで、猿がいるようですね。さあここですか。カッパの湯って書いてますね。レストハウス、カッパの里、奥屋原、左って書いてますね。え、どこですか。ここ入っていくんですか。どういうことでしょうか。今のところ入るっていうことですか。ちょっとどこにあるんでしょうかね。無料の露天風呂ということで、カッパの湯って矢印書いてますよね。この奥に何かあるんですか。これただの駐車場のように見えますけど、どこにあるんでしょうか。この奥に入っていくのも怖いですね。あ、書いてますね。何かカッパの湯利用にあたって、ちょっとこれは U ターン、逃げれる準備をしておきましょうか。クマが出てもね。